100点満点の第1話って言ったんですけども、こうやって漫画っていうのは見せるんだっていうのをですね、もう本当見本みたいなやつなんですよね。のですね40ページ分、第1話が39ページあるんですよ。でこの39ページがですね、漫画の構成、第一話の構成として、ほぼ完成してると思うんでですね、僕あの、漫画の第1話の構成ですごいいいのが、セイントセイヤの第1話と、 第一話と思ってるんでですね。ちょっとこの、どれぐらい。 完成度が高いのかですね。っていうのを見てほしいと思います。人によってはですね、そんな古い漫画のこととかっていう人もいると思うんですけども、我々の持っているコンテンツの歴史から言い出すとですね、そんな古いもんっていうふうに言うのは、戦国時代とかですね、あの、幕末の話を古い話というのと同じぐらい意味がないんじゃないかなというふうに思います。最新のものばっかり追いかけたらつまんなくてしょうがなくてですね。えー、その漫画のタイトルはですね、空手バカ一代という漫画 <laughs> ですね。 ですね、まあ単体で読むというよりはですねもちろん単体で読んでも面白いんですけどもこの「ど根性ガエルの娘」を読む時の補助線というかですねサブテキストして読むとめちゃくちゃこう面白いんですよねえでは「カらデバーカー1代」1体僕は100%の第1話っていうふうに100点満点の第1話って言ったんですけどもどんな第1話かですねちょっとパネルにしてみましたんで連続して見てみましょう。 最初はですね。まあ、ここはま、ステップ5まで。これが、あの、マガジン、連載時の第一ページなんですけど、事実を事実のまま完全に再現することはいかに面白おかしい架空の物語を生み出すよりもはるかに困難である。アーネスト・ヘミングウェイ。俺はこのね、アーネスト・ヘミングウェイのこの原文を30年間探してんだけども、未だに見つかってないと。いや、まさか嘘じゃなくてどっかにあるんだろうけども、一体どこにあるか。なんか、スペイン戦争行った時あたりの文章かなと思うんですけど、未だに見つかってないです。で、 この絵が角田二郎って作者が描いたんですけども、それまでの角田二郎の自動漫画のどちらかというと、ドラえもんに近いような画風から180度変えて、もう藤子 F から藤子 A に変わったぐらいの画風に変えて描いてるんですよね。で、次の見開きです。もう宣言します。 これは、事実談であり、この男は実在する。この男の一大器を読者に伝えがたい,い一年やみがたいので、アメリカのノーベル賞作家ヘミングウェイドを言う困難にあえて挑戦するしかない。私たちは真剣かつ冷静にこの男を見つめ、そしてこの価値を読者に問いたい。極真快感、空手三段、梶原一揆。<laughs> そうだ、二郎っていうのがですね、ドーンと来て、この、 え、全体は、なんかわからないけど、おっさんがどつかれてる絵なんですよ。だから、どう見ればいいかわからない。この、この男は実在するってやつは、このどつかれてるやつなのかどうなのかわかんない。ただ、なんか、 少年マガジンなんですよ。少年マガジンで、1971年の5月に連載開始したんですけども、つい何ヶ月か前に、カジアラ一家はですね、巨人の星の最終回を連載終了したところなんですよ。で、次のカジアラ一家は何だろうで、おまけに別のペンネームで書いた明日のジョーはですね、力士が死んでちょあの、ちょっと後ぐらいのですね、いわゆる明日のジョーも頑張らなきゃいけない時期に、こんな新連載開始して、で、それまでの、まあ、ま、な少年マガジンの絵、 と全く違う絵の漫画を持ってきたんですね。いきなり実話である。いわゆる巨人の星とか明日の城というのは、所詮架空のヒーローである。しかし諸君、ついに本当のことを語る時がやってきたというような形で、じゃあ何かっていうと、バーンですね。男の太い首には左右からピタリと鋭いジャックナイフがつけられていた。正面のテーブルの向こうには山中の拳銃が、ということで、1953年6月のある夜更け、ここはニューヨークの下町、スパニッシュハーレム街の一角、ある古びた地下室であった。<laughs> これカメラを引いてくれたらわかるんですけどもですね、照明がですね、こう、ろうそくが手前に2本あって、上に裸電球があるっていうやつでですね、すごい薄暗い雰囲気を出してるんですよね。一番最初、黒いページから3ページ連続で始まって、次に薄暗いところでマフィアに脅されている。 これでようやっと男はっていうふうに言われたから主人公が出てくる時ですね。えー、もう無理と書いてますけど、まあまあまあ、<laughs> <laughs> そんなことは言わずにですね。<laughs> 見てください。やっと次のページでセリフが出てきます。 <laughs> マスオーヤマって言います。<laughs> あなたはスーパーマンとか聞くがね、こうなっちゃう絶対絶命、手も足も出ないよって言いながら、このページの両側にですね、ニューヨークの夜景みたいなものがちょっと紙の破れ目みたいなもんで書いてるんですね。これで明らかに外が夜でニューヨークの風景っていうのをやると。もう本当に角田次郎っていうのはさっきも言ったように藤子 F 不二夫みたいな 割と分かりやすい子供漫画を書く人なので、こういうエフェクトというのかな、状況描写にこういうトリッキーなことをあんまりしない人ですから、本当にこの1話考えて考えて書いてるのが分かります。ということで、マスオヤマ、はこの呼びかけでやったから、あなたはスーパーマンと聞くがね。このセリフはですね、読者にマスオヤマはスーパーマンだって説明するんですね。でも、あなたはスーパーマンと聞くが、この状況から脱出できる方法は、はずはないだろうっていうですね、 まあなんでしょうね。もうこれ辺で読者は、ここから先主人公のこのマスオオヤマテツが、ここをかっこよく脱出することに、どん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 心が上がっていくと。ニューヨークの暗黒街に立てついちゃう。うぬぼれが過ぎようでもんだ。だいたい耐心でのこのこ乗り込んでくるっていうのは思い上がりよ。生きて帰ると思ったのかねというふうに、わかりやすい悪者ゼリーが並んで,ですで、ね。それとも東洋の空手には、この絶対絶命を何とかできる力があるとでも言うのかねっていうですね。もうここまで来たら反撃するしかないというところに来ます。 いいでしょう第1話の展開で、見開き構成でどんどん作ってて、ようやっとこっからですね、1ページ単位のコマ構成になります。 テレビドラマじゃねえんだとつまり前のページの東洋の空手の神秘にはこれを何とかする力があるのかねって言うとマフィアのボスが怒ってテレビドラマじゃねえんだ奇跡は絶対に起こらねえ安野秀明作品をよく見てる皆さんご存知の通り奇跡は絶対起こらないと言えば5秒後ぐらいに奇跡は起こるというのがこの, <laughs> この業界のお約束ですね。ええ土手っ腹に3発拳銃の風穴が開き首の両側を刺された死体が明日のハドソン川に浮かぶっていうことだと首を切ってやれっていうふうに言うと 動くなというふうに脅されるとではどうしてもトミーと女を渡してくれるとは言わぬのかと言いますでまたそんな強がりを言っているということで裸で向かれているトミーと女というのもですねまあこれもほとんどこの方にしか出てこないかので気にしなくてよくて誰かのためにこの男は単身ギャングのもとに入ってきたっていうのがわかりますただこのオーンマスターズの顔のアップでわかるようにあんまりですねその子供が好きなヒーロー顔ではないんですねそういうのをかける 作者ではないし、なんでかっていうと、その本物の実際の人物としてのマスオヤン、オーヤンマスターズっていうのが、美男子とはお世辞にも言えない顔だったので、まあ、ここらぐらいの表現になるんですけども、あまりその少年漫画に向いてる顔ではない。なので、まあ、思い切ってこういうリアルな画風にしてみたんですね。ということで、マスオヤンの反撃です。いきなりですね、この見開きになります。えー、まあ、このセリフを言った後、うわっというふうなことで、 何かが起こります。で、次のページに行くとですね、その説明になるんですけど実はこの左のページの下の部分とですね、あとこの右のページっていうのはですね、ほぼ同じ瞬間をですね、前後から2つに分けてるやつんですね。何が起きたのかっていう、これが僕主張すここまでだったら、いわゆるこれまでのですね、舞踏漫画っていうのかな、アクション漫画でもよくあるんですけども、この空手バカ1台が他の漫画と違って、 一つの時代を作れたっていうのは、次のカットですね。何が起きたかっていうのを少年マガジン風の解説画面で書いてるんですね。中央のみに絵があってですね。で、この左右が全て説明文章になっていると。まず、両側のやつの腹を叩いたのはですね、男は椅子ごと真後ろに倒れながら両サイドの男を拳で倒しということですね。空手でいう拳。すなわち手首の突起し,した骨による一撃であると。で、これを 頭に当てたら、かごに当てると後ろにずれるんだけれども、腹に当てることで手前になると。なんでそんなことをしたのかっていうのが、この左ページの上にあって、保険を払いに見舞われた二人は、前へのけぞることによって一瞬この男を見えなくしたというふうなことで、実はこの前の この全体ページにもう一回戻ってもらうと、分かりやすく3人でお助けくださいというのがこう言って、ただ1人残って立ち上がったやつも、チェストっていう、なんかちょっとこれ嘘みたいなジャンプでですね、えー、銃を蹴られるというのがあります。さて最後に残ったテーブルの下に単なる、なんか挟まってたやつをテーブルごとバキッと肋骨折るような感じで倒して、もうこれで戦闘終了なんですね。 で、さあ引き上げようと。服はとりあえず奴つの手で間に合わせない。なさい。時間にしてわずか数秒というふうなことで、ここのこのコマですね。ちょっと中央のところにですね、その空手の腕の動きみたいなものが分解写真みたいなもので載っていると。この辺が、この空手バカ一台の第一話のリアリティっていうのをすごい挙げているところですね。まず写真から明らかに起こしたであろうカットを何枚も冒頭で見せて、 で、1953年6月っていうふうに時期を特定して、スパニッシュハーレム場所を特定しての実際にあったエピソード感っていうのを出して、で、これが決して架空の漫画っぽいヒーローではなくて、実際に人間にできることだっていうのを顎に当てればのけぞる、しかし腹に当てればうずくまるっていうことで、このスーパーヒーローがやったことがですね、人間がやった技なんだ、訓練とによって成した技なんだっていうのをはっきり見せる。こういうのがこの写真のエフェクトです。 ということで、もう一回ニューヨークの夜景を映したら、次がですね、夜景からいきなり黒い人物のシルエットからですね、バーンとなんか明るい太陽みたいなものが映って、で、この上のコマ。太陽は中点高くギラギラと輝いていた1954年7月21日。ここはシカゴの夜天競技場コミスキーパークである。これシカゴのレッドソックスですね。シカゴのホワイトソックスだ。 のですね、後に球場になったところなんですけども、そこでですね、何かがこれから起こると。もうやっぱ上手いのはですね、この見せ方の、その、真っ暗なニューヨークの薄暗い部屋から、急に野外競技場に行って太陽が中天高く輝いていたと。他に誰も見てないような部屋、密室の部屋から、周りがもう本当にびっちりとアメリカ人を埋め尽くされたところに場所が映るという、この場面転換の鮮やかさ。 ですね。こういうふうにですね、その暗い夜のニューヨークの地下室からシカゴの真っ昼間の野外競技場にまでポンというふうにですね、画面を転換します。で、次に、これあのね、さっきのスパニッシュハーレムの第一声もですね、マスオーヤマ、あなたはスーパーマンと聞くかねっていうところで、あスーパーマンのあたった読者で思わせるように、次もですね、決め台詞みたいなものから入ります。 えー、もう本当に放送しているのか。マスオーヤマクレイジーマスオーヤマクレイジーマスオーヤマクレイジーというですね、人々の叫びですね。で、それを聞いてるっていうのも、周りからクレイジークレイジークレイジーって言われて、お前は本当にクレイジーだぞ人間がすでで猛牛と戦うなんてお前は日本の病院を脱走してアメリカへ来たのかですね。えー、ここらあたりのですね、不自然なセリフのですね、お前は日本の病院を脱走してってなってるのはですね、この このあのセリフはですね、実はこの辺りの文字でですね、ちょっと少ないのはもちろん、連載当時は日本の精神病院よとか日本の基地外病院よって書いてあったのをです <laughs> 今、社食を張り替えて上をずらしてるからちょっとこういう不思議なセリフ運びになるんですけれどもですね、<laughs> お前は本当にクレイジーだと。あの、主人公がさっきも奇跡なんか起きないんだっていう決めつけから始まって、それに対して反抗すると。で、次に、その、マスオウエマクレイジー、マスオウエマクレイジーというふうに言って、 これで、実はね、不自然なんですよ。こんな東洋から来た一人の空手使いのことをアメリカ人が知ってるはずがないんですけども、みんながクレイジークレイジーっ避難してることによって、このマスオーヤマと名前を観客全員が知ってるような幻想を読者にこう匂わせるんですね。東洋市は剣を持ってしたら命を懸けるんだ、アメリカでそんな夢に,になりたいか、というふうなことで、ムっきたというふうなとことで、いよいよ勝負が始まります。 出た牛ら牛だ,猛牛だって、こう、ちゃんと説明してくれるんですね。で、ここでやっぱり説明口調の図解っぽいのが。牛は男を見つけりゃ、猛然と砂煙を上げて襲いかかった。ただの漫画なら迫力を持った画面でそうなるだろう。しかし、本当の牛はそんな行動には出ない。闘技場に入ると一度立ち止まり、まずゆっくりと顔を巡らし周囲を見ます。そして敵の位置を見定めるや、ゆっくりと弧を描くように大股にかけながら距離を詰める。 いやあ、れは500キロ級の大物だ。警察は何してると。さっきまでマスオヤはクレイジーって言ったやつが、急に心配してくれるんですね。牛は再び立ち止まり。最も恐ろしいのは次の瞬間なんだっていうようなことで、牛がガッガッと来ます。もう、説明台詞の山なんですけども、なんでしょうね。この説明台詞って言ってながら状況を説明するだけじゃなくて、それうをう観客たちの感情表現込みで、警察は何してるとか、そういうふうな言葉を乗っけることによって、 感情のっけてるか、あまりね、嫌な説明っぽくならないんですね。見てる人間のワクワク感、ドキドキ感だけが高まるっていうですね。なんか僕はなかなかこれいい説明台詞だと思って。もうそうですね。あの、男塾とかですね。あっこら辺の漫画も原点はすべてここにあるんですよ。ということで、牛が突進してみトも逃げて、うおあの木魚の年をかわしたぞクレイジークレイジーって相変わらず言ってる中、チェストっていう変な問い方してますね。<laughs> ここら辺はまあ古典的な漫画なんです。 こうなります。牛を飛び越したら角に襲われて危ないやられた角を掴んだぞ角だ角だあのクレイジーは牛と口から比べをする気か。これね、この後でこの牛の角を空手の手刀で折るっていうのがあるんですね。で、この牛の角を折るっていうのをクライマックスに見せるために読者の注意を牛の角に集めたいので、 まず、角を掴むシーンをちゃんと絵で入れて、次に、角を掴んだぞっていうセリフを入れて、角だ角だあのクレイジーはっていう風な、この流れを作っているんですね。で、オーマスターズが角を持って牛とガーッと睨み合うシーンを入れると。うまいでしょなんかあの、見せ方が本当に、多分、何回も何回もリテイクして編集者にダメ出されて、これ、これまでの漫画と違うからっていうふうなことで、差し戻しされないと、こんなね、 完成度の高い第一話って書けないんですよ。で、これになります。こう、一生懸命牛の角を持っている大山マスターズ。しかし、ここで転んでしまう。そうすると、死んだっていうセリフの後で、牛が通り抜けて、いや、吸い抜けたんだしかし、また牛が来るって言ったら、この大山マスターズのですね、カラデチョップで手を上げるシーンがですね、ちゃんとこの太陽を背景にしてですね、手がヌンと上がるのが来て、で、ドリャーっていうですね、書き文字とともに牛の頭に、 叩きつけられます。そうすると、すごいね、第1話で怒涛の展開だよね。で、ドリアーって行くと、牛の角がポーンと折れて、これをね、縦駒ですよこう。さっきのやつも縦駒だったでしょ。つまり、カラッチョップを振り下ろすときも縦駒だし、あとその角が折れるのも縦駒で、見てる人間の視点誘導が、もう本当にむっちゃ めっちゃくちゃなんですよ。縦に読ませて次のページをめくったらまた縦ってもう今の漫画のセオリーでは絶対ないんですけど、ここはもうこれを書きたいからやってるんですね。で、角が中天高く舞い上がってみんながいつの間にかその角を目で追ってる。で、 ドーンというふうに牛が倒れて、ミラクルだ牛を500キロの猛牛を素手でっていうふうに言わなくてもいい説明 <laughs> フで、ミラクルだミラクルだっていうふうに観客たちが騒ぎ出してですね、ミラクルだということで一点絶賛ムードになる。で、その絶賛のクライマックスで出てくるのがですね、僕、本当にこのコマがすごいと思うんですけど、また縦なんですよ。ゴッドハンド神の手っていうふうに称えられて、 これが縦位置になってですね、この手前にあるですね、その向こうを向いている手のひらがオンエア・マッサの手なんですね。まあ、つまり観客に俺は大丈夫だとアピールしてるんですけどで、それを見ている同じように、東洋人と同じようにアメリカではですね、差別されて、でも自分たちの実力でのし上がるしかない黒人が、それをまず真正面に、真っ正直にオンエア・マッサを絶賛して、黒人だから黒い体なんだけど、その部分だけ白い手のひらっていうのを出して、 ゴッドハンドというふうに称えてると。なんだろうな、アメリカの白人社会の中の差別構造っていうのをちょっと匂わせながら、まず真っ先に絶賛してくれたのが黒人であった。で、その黒人たちの黒い肌の中でも唯一白い手の部分を見せて、ゴッドハンドって言ってることで、このシーンのリアリティっていうのかな、本当臭さっていうのがこうゴーッと増すっていうような話です。 この後、マスオヤマ、君を連行すると。危険だから禁止命令を無視したというふうなことで、マスオヤマは、いや、そんな私なりのビジョンがあったんですけども、というような言い訳があって、次のページですね。ニューヨークギャングとの対決はアメリカで発行されているカレテジュードなど、東洋武術の専門雑誌、ブラックベルトに。猛牛殺しの記事は同じくブラックベルトおよび世界的に有名な権威を持つライフシーンそれぞれ報じられていた。<laughs> まあ、カジ一ライキの権威好きですね、本当に。あの、何かというと、権威ある、権威あるって言うんですけど、とにかくこれ <laughs> これが実話なんだっていうのをダメ押しにこの雑誌名まで出して、ちゃんと説明するで飛びます。また縦位置になります。1959年東京内幸町東京中日新聞編集部運動部これも本当に実話的な語り口ですよね。本当にこういう風うな漫画の描き方ってこれまでなかったので僕すごい覚えてるんですけどもということで新聞の中に入ると次はですね。梶原駅の話になるんですね。何また金田が勝った力道山がという風なことで。 当時、私、梶原一家は主として武道スポーツの実話のを書いているスポーツライターであった。まだ劇画の原作には手を染めずというふうなことで、その話をですね、中日新聞の記者にしてると。そいつは意外だな。そんな空手家をスポーツ紙の専門紙が知らないなんて。マスオ山か。聞いたことないな。え、ライフに乗ってたというふうなことで、びっくりして。いや、空手といえば力道山でしょうと。当時のことですね。えー、じゃあ次は力道山の書いてよ。というふうなことで、梶原一家は力道山のもとへ取材に行きます。まだね、 マスオオヤマ出さないんですよね。そうでなくて、まず、権威があるもの、存在が、このマスオオヤマ、オヤマサツのをどんなにすごいやつかっていうのを、まだまだ説明をゆっくり積み立てていって、力道山のもとへ行きます。で、ここから先は、そんなに細かくやってもしょうがないのでですね、ちゃっちゃっちゃっちゃとやります。 力道山のところに行くとですね、まあ明るい力道山は、わっはっは、勝った、嫌ってほど勝ったっていう、まあ本物はそんなこと言わないだろうけど、いかにも言ってそうなセリフですごい勝ったよ。でもね、一人だけ苦しんだ奴がいたよ。なんかタムライスというやつで、そいつが空手チョップの邪魔をしてきて、俺の空手チョップは封じられたんだみたいな話をして、タムライスに負けたのかとで。 それだけが唯一負けた悔しい記憶だなって話をしててですね。失敗失敗だ。しかし、あいつはその後、東洋の空手を俺は空手殺しの赤さソリと名乗ったと。そしたら、そこでまで調子に乗ったので、俺よりもっとすごい空手使いがタムライゾを倒しちゃったんだ。世の中にはすげえ奴がいるもんだぜ、というようなことで。 なんとなくこのこと、力道山がやられた敵をたった一撃で倒した男がいるというふうにですね、背広姿のですね、梶原駅が、ええって驚くっていうですね、誘導がもう本当にね、できてるんですね。で、これが、 1> 第1話の最後の見開きです。もしやその空手の鬼はマスオヤマと人で、あんた用してるのはその通りマスオヤマですよという,うことで、マスオヤマ、マスオヤマ、マスオヤマ。日本の空手界ではなぜか知られたのに恐るべき空手の鬼。マスオヤマ、大山正神の手,手と言われるマオロシの超人やマダミの私の胸になぜかその奇跡の強さよりも厳しい孤独の影を引いて宿った。徹底的に彼のことを探ってみたいという衝動だ。という,うことで、 まあ、第一話、色三十九ページですね、まあ、当時の少年の週刊誌で三十九ページというのは、連載の中でも最大限のペースなんです。それだけをやって、第一話、空手ばかり、一台の第一話というのを作ったと。だいたい、僕はどんなふうに見えてるのか、と、いうのを今、ちょっと話しながら見せたんですけども、やっぱりね、構成が本当に優れてるんですね。まず、行ってみたら、世の中に全く無名な人っていうのを、どういうふうに見せていくのか、という展開で。 一番最初にですね、その、この話は実話でありというふうなことで、セリフ、売り文句から始まります。さあさあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃいというふうなことで、そんな感じで語りから入っていって、次にモンドウムよの事件を見せる。絶対絶命の事件を見せて、その中から戦って勝った。次に、地下室から明るいところで数万人の人が見ている。だってさっきのやつなんて、 本人がそんなことあったと言えばそれだけで済むんですけど、次は数万人の人が見ている実際の事件で日付まで特定していて、こんな風に牛を倒したっていうので信憑性がかり。で、さらにその中で日本の新聞社の新聞記者ですら、 信じてくれない。そんな奴がいた。でも、ライフに乗ったんですよって、梶原駅がいたら、え、本当かないや、そんなことより、今、時代は、力道ンでしょ。力道団とか行ってきてよって言って、力道にそれをたまたま聞いてみた力道ンも、あいつはすごいよと言ったと。なんてすごい奴なんだ、というふうなことで、やっと第2話に繋がっていく。で、この後の第2話で、で、やつですね。 何とか調べて大山摩達の家に行って会うことは会うんだけども、すごい、のんびりした人ではぐらかれされたようになってくる。で、たまたま池袋まで一緒に行ったらですね、池袋でこんなミンクのことが来た、すげえチンピラみたいやつって、大山先生、大山先生って言う、何か私は君とはもう関係のない人のはずだっていうようなことで、摩擦大山邪気にする カジ一アラは何かあるなと思ったら、このチンピラがですね、大山先生のことだったら私は存じ上げてます。あれは第二次大戦が終わった日のことだったということで、次、また主人公が変わるんですよね。<laughs> <laughs> マスオーヤマから始まって、カジラ一気になって、新品になって、で、2話の終わりのところではですね、もうゼロ戦の特攻隊員として生き残ったマスオ山ヤマがですね、絶望感で戦後の闇市を歩いてるっていう、また主人公変わっちゃったよっていうふうになっていく。もう本当に1話から2話のこの怒涛の展開っていうのは、こうやって漫画っていうのは見せるんだっていうのをですね、もう本当見本みたいなやつなんですよね。 角田次郎っていうのはやっぱこの漫画を描いた角田二郎っていうのはさっき話したように元々は子供っぽい絵を描く人なんですけどこの漫画を描くために劇画たちの絵を開発してそれのおかげで後に後ろの百太郎とか恐怖新聞とかオカルト漫画を描くようになってもう今も本当にオカルトの専門家になったのはもちろんそういうことが元々好きだったっていうのはあるんですけどもやっぱこの空手馬鹿一代でどうやってリアルに信じさせるのかっていう手法を もうどん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 研ぎ澄ませていったから、後にオカルト漫画を描いたときに、ものすごいそれまでの、ただ単にホラー漫画と違う、実際にあった話としての恐怖っていうのが描けるようになったと思うんですね。さっき話した、ニューヨークの夜景から始まって、次がシカゴの野外競技場、マッピルマっていうの。なんでこれを見せたのかっていうと、ドコンジョカルの娘には、まだこれがないんですよ。こういう場面転換のメリハリ、実際にあった話であろうと、 面白く見せなきゃいけない。漫画だから。漫画だから面白く見せなきゃいけない。で、ドコンジョガレの娘はですね、第一話の冒頭でパチンコ打ってる父親がいて、それを娘が探し、夜の街を探し回るんですね。で、夜の街を探し回ってパチンコやってる父親がパチンコに狂ってて、娘に生ゴミ投げてきて、お父さんみたいなことがあって、それから何年かしたら、朝、娘が目を覚めると、下では父親がカレーを作ってくれているっていう、ある祝日の 日曜日かなんかの朝の風景が描かれてる。ちゃんとね、作者もわかってるから、夜追い込まれて、次の平和なシーンは朝の光っていうセオリーは守ってるんですけども、この空手馬鹿一台のようなですね、シーン変えるんだったらこれくらい劇的に極端に変えないと見せることができない。まあ、ケレンミですね。今コメントに出てる通り。ケレンミみたいな派手な絵っていうのを、ちょっとね、 まだまだ抑えきれてないって言ったら失礼なんかもわかんないし、そんなケレミとかの作風ではないのかもわかんないんですけども、そういうところがですね、漫画としてはまだ僕はちょっと足りない部分、いわゆるネタに頼ってて、見せ方っていうのを自分の感情表現とか心理描写のみに頼ってる感じがしちゃうんですね。もっと絵として面白くできるはずなのが、 まあそれはね天才角田二郎が本当に根性を込めて書いた第1話と比較するのが悪いのかも分かんないんですけどもこの「空手ばか一1台」って後に梶原駅の弟の牧久夫がですねあん中の内容の9割以上は兄貴の創作だよと本当の話は1割ぐらいしかないよっていうふうに言ったんですよ。 で、一時期は、それをすごく本気にしてる人が多かったんですね。漫画ファンとか格闘ファンの方が。あれは梶原駅が書いた創作であって、もうほとんど嘘だよ、ね。あの、大山摩擦っていうのは別に特攻隊にも行ってないしというふうなことですごい否定が続いたと。でも実際最近ですね、格闘研究家の人とかが研究してみたら、あれ案外本当のことが多いと。つまり弟の牧久が言った、 あんなの9割嘘だっていうのも、<laughs> いわゆるなんか、あの、半分、ハッタリみたいな感じで言ってるんですよ。だから、ハッタリに対する評価がハッタリできてるから、もうどれが本当かわかんないんですけども、確かに、梶原一らは、面白くするために話を持ってるんですよね。で、これは真実だとか、本当のことを伝えたいって言いながら、架空のエピソードを入れちゃったりすると。なんでかというと、やっぱ面白くしたいためなんですけども、